今日はね、多機能コードレス扇風機羽毛着、これちょっとね紹介させてもらえる。これええんですわ、なかなか多機能でね、最新機能付きっちゅってね、ちょっと楽しみにしといてよ。使い方としたらね、いろいろ使えるんですわ。これこのままね、まあテーブルに置いて使うとかね、あとはねこれこれでね、こういう感じでね使えます。で、あとね角度、下向きはねこのぐらいですわ、上はねこれだけ手動ですけどね、首振りね120度、一緒。ライト3段階ね、すべてねこのリモコンでねできます。反応いいですよ。ストップ、ゴー、ストップ、ゴー、ストップ、なかなか反応いいっしょ。でこれね、なかなかね高規格なね扇風機なんですわ。止めるでしょ、元の位置まで戻ってくるんですわ、止まってから。止めます。止めました。正面に戻ってくるんですよ。これがやっぱりね、安物と違うところですわ。で、あとね、ここ、左にちょっと回すとね、表のカバー外れます。羽はちょっとね、外れないんですけどね、これで綺麗にね掃除することできます。このねカモメの羽のようなね形のこの5枚羽、これがねすごい風をね遠くまでね運んでくれるんですわ。これ10メーター先までね、まあ風を感じることができるって書いてるんですよ。これまたね後で試してみます。これ今ここでね5メートルですわ。まあ5メートル離れて扇風機使うっていう人まあ少ないと思うけどね、まあどれだけ風を感じれるのかちょっと試してみたいと思います。さあこれで5メートル、まず最初にね弱からいきます。おお、来ましたね弱。弱の音聞いてみましょうか。これがね、弱の扇風機の音です。DC モーターなんでね、めっちゃめちゃ静かです。次、中。これ、中です。次、強。
こういう感じですね。でもう一個ねあるんですけど、揺らぎ、強くなったり弱くなったりするんです。次は中でいきます。今度10メートル離れてみました。じゃあローからいきます。ちゅうかね、リモコンね、4メートルから5メートルの範囲って書いてるんやけど、10メートルでも届くかどうかですね。お、十分届きます。10メートルからでも。今ロー行きました。少し風は感じてるんですけどね、やっぱりジャックじゃ10メートル弱いですね。次中行きます。来てますね。まあ10メートル離れて扇風機は使わんと思いますけど、次今日行きます。確かに風は来ますね。これここね、これね外せるんでね、ここにねアロマオイルとかね入れることができます。よいしょ。いいね。扇風機ああいう状態で使ってる時ね、これねカメラスタンドになるんですわ。なかなか便利っしょ。こういう使い方がなキャンプの醍醐味よな。え、まあ使い方としたらあんまりなやりたくはないんやけども、汚れるんでね、傷ついたりここあるんでね、三脚が立てられないとか、まあぶら下げるところがないとかね、そういう時ねこんな感じで、まあ使うことできます。一緒。ここね本体側のこれタイマー、1時間2時間3時間4時間で、これ風量ね、揺らぎ弱中強で、これが首振りね、でライト、これね全て使うことできます。リモコンです。使わないときはねここへつけておけます。でここがね充電タイプ C で、こっちね1万ミリアンペアのねバッテリーありますんで、携帯を充電することもね可能です。でここにねメインの電源あります。あ、消えたな。でね使うときはこのメインのスイッチをオンにしてから使えます。
つえ。え？わお。いただきます。お、これね、このタイマー長押ししたらね、これでね超音波発してるんですわ。僕らには分からんねんけどね、超音波発してね、カーとかハエとかハチとかね、ネズミも書いてましたね。これを撃退するって書いてるんで、ね、これがほんまに効果絶大やったらね、キャンプで使ったらライトはつくし涼しいし、その上蚊を寄せつけないって言うたらもう最高ちゃう。で、前に行くね、今蚊とかね行ってないんでね、ちょっとまたね別の日に試してみたいと思います。最近涼してね、蚊けえへんのですわ。か、撃退スイッチ入れます。入れました。これでね超音波出てるはずです。ちょっと反応悪かったけど、まあ逃げる場面もありましたね。めちゃめちゃ蚊が撃退されてるっていうような感じは受けなかったんですけども、まあこんな感じでした。